皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回はお家にあるマスキングテープの活用術をご紹介します。マステって可愛くてつい衝動買いしちゃいますよね。買うつもりはなかったのにワクワクしすぎて色違いでもねまとめて買ったりとか私もよくあります。今日は大きく分けて4パターンの使い方をご紹介しますので、何か使い方のヒントになれば嬉しいです。いろいろ活用法が分かると選択肢が増えていいですよね。皆さんもお家に眠っているマステを取り出してぜひ一緒にやってみてください。ということで早速行ってみましょう。私はマスキングテープを無印のアクリルメガネ小物ケースとラップケースにまとめています。ラップケースに入っているマステは全て1センチ幅の小さいマステです。ちなみに1センチ幅のマステはすごく昔にアリエクスプレスで買って、こちらは先日文具調子博で買いました。ここセットになっているものとかまとめて買っちゃうとどうしても使わないものが出てきちゃうんですよね。手帳に使うだけでは全然減らないので、そんな時はシンプルなポストカードとかお気に入りのポストカードを壁にデコレーションして楽しんでみましょう。マステは貼って剥がせるというところが最大のポイントですよね。壁を傷つけることもポストカードを傷つけることもなく楽しむことができます。テープの跡も残らないので、季節によって色や内容を考えるのもいいですね。ポストカードの主張が強い場合はモノトーンのマステを使ったり、今回のようにホワイトベースの場合はどんなマステを組み合わせてもしっくりくるんじゃないかなと思います。粘着力が弱くてポロッと落ちる場合はポストカードの両側とか全ての角にマステを貼っても可愛いですよ。私は子供が作った作品を一定期間壁にデコレーションするのによく使ったりしています。子供のイラストはどんどん更新されるので気軽に使えるマステがすごく大好きです。マステの太さや色、柄が変わるだけで雰囲気がガラッと変わるので、皆さんもぜひ積極的に使ってみてください。さてさて、次はメッセージカードで使ってみましょう。お誕生日とかいろんなお祝いがある場合にメッセージカードが1枚あるといいのになぁということはありませんか？花束を渡す時にちょこんと添える、友達とお菓子交換する時にちょこんと添える、ちょっとしたことで相手にいい印象を与えたり感謝の気持ちを伝えることができますよね。普段使ってないマステも少しアレンジを加えるだけでとっても魅力的なものに変化します。それではやってみましょう。これはお気に入りのクイックテープカッターです。この商品の魅力についてはこちらの動画で詳しくご紹介しています。ぜひ合わせて見てみてください。スライダーを1回引くごとにマステが約2センチ出てくるという優れものなので、今回は4センチを活用して中心からくるっと回してリボンを作っていきます。こう勢いよくくるっとするのがポイントです。ピンセットがあると真ん中の位置が一発でわかるのでめちゃくちゃ便利です。ちなみにこの白いメッセージカードはダイソー商品、ピンセットはセリアの商品になっています。中心を決めたら少しぷくっとさせて空気を入れるような感じ、これわかりますか？外側だけをペタッと貼り付けていきます。簡単なのに可愛すぎるということで私もね最近よくやるアレンジです。今はラベンダーカラーのマステを使ってるんですけど、桜の季節はピンク系とか、夏になったらオレンジ系とか工夫するのも楽しいですよね。シンプルなマステはもちろん使いやすいけど、このリボンアレンジは全体にイラストがついてるような総柄マステでもすごく可愛いです。シンプルすぎると締まりがないので最後にサインペンで仕上げます。はい、出来上がりました。もしも時間があったら工作気分で少し凝ったアレンジをするのもおすすめです。
といってもね、全部100均で揃えた道具を使うだけなんですけどね。ちょっと華やかにしたい場合は総柄マステを選んでみましょう。総柄マステはなかなか最後まで使えないんだよねという経験はないですか？シンプルなマステと違って他のマステとの相性を考えるのもちょっと難しい。柄と柄がぶつかって統一感がなくなってしまうということもよくありますよね。そんな時は一つでも存在感のあるマステを使ってガーランドにするのがおすすめです。そのまま切り貼りしてガーランド風にして作っても可愛いんですけど、今回のように紐を使うアレンジだと立体感が出てさらに魅力的になります。お家にプレゼントの残りのようなピンクと白の紐があったので、ピンク系の総柄マステを選んでみましたが、これが麻紐とか茶系の紐だったら落ち着いたおしゃれな総柄マステと合わせるのもいいですね。はい、じゃあどんどん作っていきますよ。ここでの私なりのポイントは、幅 1.5 センチ以上のマステは使わないこと。メッセージカードに3個とか4個マステが飾れるように配置するのが可愛くなるポイントです。今はね、こうやってくるんと紐を包み込んでいますが、マステなので間隔は後から調整できますよ。ちなみにこのコスモスのマステは幅が 1.5 センチちょうどです。これを半分に谷折りしてハサミでこちらをこのように中心から外に向かって伸びるようにチョキンとカットします。こんな感じ。さて開いてみましょう。短いガーランドが完成してます。メッセージカードの大きさに合わせて縦の長さを調整すれば自分だけのオリジナルガーランドが完成です。ここまで来たら次はダイソーの一血パンチの登場です。一血パンチを使うとき、私はいつも下のこの受け皿みたいなものを外してくるっと反対にして位置を確認しながら使うことが多いです。こんな感じ。穴を開けるとね、アレンジの幅がぐんと広がります。このように穴を2箇所開けたら、先ほど作ったマステガーランドを通して調整していきましょう。間隔は後から調整します。こんな感じかな。ここをクイッと引っ張って、で反対側もこのように入れ込みます。はい、いい感じ。ちょっとね、間隔を調整してクイ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 っとすると移れていきますよ。残りの紐が長い部分は適当にカットしています。そして後ろをテープでこのように留めてみました。ただここがね、ピラピラっとなる問題が発生したのでちょっと留めています。使ったのは貼って剥がせるテープのりです。少しだけこうピピッとつけてピタッと留めればいい感じです。このメッセージカードは量産するのは難しいと思うので、ここぞという時に心を込めて作ってみるのはいかがでしょうか。きっとね、受け取った方も喜んでくれること間違いなしだと思います。この活用法を覚えておけば、クリスマスとかハロウィンとかイベント用のマステもじゃんじゃん使えて季節感を演出することができますね。皆さんもぜひぜひやってみてください。次はプレゼントに活用する方法をご紹介します。私は今プレゼント用のアルバムを作ってるんですが、皆さんもプレゼント用のアルバムを作るとき、写真以外のところも華やかにしたいなと悩むことはありませんか？シールとかたくさん使っていくのもいいんですけど、マステでも簡単にデコレーションできるのでご紹介したいと思います。先ほどのメッセージカードで作ったガーランドとは違う作り方でガーランドを作ってみましょう。今回はゴールドがキラキラしている華やかな総柄マステを使ってみます。ではまずは適当な長さでマステをこのようにカットして、これを山折りに半分にしていくんですけど、動画のようにそのまま半分にしちゃうと後から剥がすのが大変なので、クッキングシートとかお家にあればそのクッキングシートの上にペタッと貼って一度シールにしてから作業するのがおすすめです。
ガーランドの形はラウンド型でもいいし、先ほどと同じように中心から外に向かって伸びるギザギザタイプでも可愛くなります。山折りになっているマスタを広げると、はい、あっという間にガーランドができちゃいました。ブラックベースの紙には紐の代わりにホワイトペンでモコモコを描くとマステと馴染んでいいですね。全部ペタペタするとこんな感じです。いい感じ。マステがあるだけでポップな印象になります。プレゼントをもらって最初のページをこうやって開いた時にパーッと華やかになっているのはすごく嬉しいですよね。あとちょこっとプレゼントでの活用法も一つご紹介したいと思います。今回は幅の広いマステを使ってみましょう。皆さんも可愛くてつい買ってしまった幅の広いマスキングテープはありませんか？手帳とか日記ではどうしても幅が細めのマステが活躍しがちですよね。今回はまずは4センチの長さを 1,2,3,4 確認して、その4倍の長さ約16センチの長さを使っていきます。お家に眠っている幅広マステをどう使えばいいのか、もしも悩んでいる場合はマステは貼るものという概念を一度捨てて、パパッと立体型のリボンを作ってみましょう。マステをカットしたらちょうど半分のところに目印をつけて、綺麗に半分折りでくっつけていきます。最後の部分を残して綺麗に綺麗にくっつけましょう。最後の部分は円になるようにこのように入れ込みます。はい、これで筒状に出来上がりましたね。4センチバージョンの他に比較用の3センチバージョンも作っていきます。右が4センチ、左が3センチです。ここまで来たらまずは谷折りで半分に折ります。そしてそこから次は山折りでこんな感じに折っていきます。はい、リボン。でもこれだけでは可愛くないので、ここから立体的に仕上げていきますよ。まずは中心用にリボンを留める用のマステをこう細くカットします。この中心に来るマステの幅でもリボンの印象が違うので、後から4センチと3センチをぜひ見比べてみてください。はーい、一周するとこうなりました。あとはピンセットとかお家に爪楊枝とか細いものがあれば隙間に入れてぷくぷくっと立体的に仕上げていきましょう。このね、最後のひと手間でかなり印象が変わるので、丁寧に丁寧にやっていくのがおすすめです。ちなみにこのマステの幅は 2.5 センチで、私が持っているマステの中でも大きいタイプになっています。ということで4センチの4倍、16センチで作った立体リボンはこちら。そして3センチの4倍、12センチで作った立体リボンはこちらです。同じマステでも大きさが変われば印象がね、ちょっと変わりますよね。仕上がり幅は左が約3センチ、右が約4センチで、最初の寸法とのズレはほとんどありません。あとちょこっとプレゼントではちゃんとした包装紙がなくても全然大丈夫です。例えばこんな茶封筒があればおしゃれなラッピングができちゃいます。まずは3分の2くらいの大きさでカットをしていきましょう。チョキチョキチョキと。職場とか学校で何かお礼をしたり、おやつを食べたりすることってありますよね。そんな時におすすめの簡単ラッピング、今回は子供たちに渡すチョコとおやつを入れてみます。これは封筒の大きさがもっと小さいものでも同じようにできます。こんな感じでおやつを入れたら、端っこと端っこを重ねて、そしてこういう風に潰して三角形を作っていきます。綺麗な三角形になるように机の上で調整をして、ここの部分、この下の部分、片方をホッチキスでポチンと止めます。ホッチキスで止めるときは表と裏を確認して丁寧に止めるといいですよ。もう片方は先ほど作った立体リボンと一緒にホッチキスで止めていきます。ちょっとねサイズ感を確認した結果、今回は3センチのリボンに決めました。
可愛い角度を決めて調整したら、端っこの部分に重なるようにパチンと留めます。お家に眠っていたマステを活用してちょこっと工夫するだけでこんなに可愛いラッピングになります。マステの良さがいい感じに出ていますね。ぜひ皆さんもやってみてください。最後は定番の手帳デコに使う方法をご紹介します。マステの中にはクリアタイプのものや背景とかイラストの中身が透明になったものも多いですよね。可愛いけどちゃんと活用できてない気がするなという方もいらっしゃると思います。その場合はマステに焦点を当てるのではなくて紙に焦点を当てて考えてみましょう。これは制作途中のページです。白いページとクラフト紙、これをイラストの中身が透明になっているタイプのマステでカスタマイズしてみましょう。使ったのはミッフィーお化けというキャラクターの中身が全て透けているマステです。こういうマステは単体で使うのはもちろん、下地となる紙と紙、色と色を生かしたアレンジが楽しめるという特徴があります。紙と紙が違う素材のものでも透明タイプのマステを活用するだけでページ全体にまとまりが出てきましたね。重なり合っている部分が特に可愛くなるので、もしも透明タイプのマステを持っていて活用法がわからないよという方は、普段使っている手帳やノートにお気に入りのメモ帳とか付箋を貼って重なり合うようにマステでつなげてみましょう。マステに使われている色と紙をリンクさせるとまとまりのある世界観が演出できます。今回の場合は白と黒がベースのマステなので、おしゃれなクラフト紙と合わせてみました。透明タイプのいいところをどんどん活用してページを作ります。1ページ目がこちらで、2ページ目がこちら。マステの種類が多ければ多いほどアレンジの幅が広がると思います。ではもう一つ手帳アレンジいってみましょう。次はマステをタイトル枠にするアレンジです。ここはどんなマステでもいいんですが、せっかくなので春っぽいイエローで合わせてみましょう。マステって他の色となじまないなとか、これだけ浮いている色買っちゃったなとか、考えれば考えるほど悩みがね出てきちゃいますよね。でもタイトル枠だったらどんなに奇抜なマステでも手帳やノートに馴染むので、初心者の方にはすごくおすすめです。お気に入りのペンやシールに合わせてぜひやってみてください。この柔らかいイエローシリーズもすごく可愛いですね。それではまず先日ロフトで買ったこのフレークシールを貼っていきましょう。前回のロフトでの購入品は本当に毎日のように使っているものばかりなので、近々ロフトに行く予定があるよという方はぜひこちらの動画も合わせて見てみてください。はい、それではいよいよタイトル枠を作っていきましょう。本当はねクッキングシートがあったらよかったんですが、ないのでこちらの付箋をクッキングシートと思ってぜひ見てみてください。まずはクイックテープカッターでタイトル枠の長さ分のマステをカットします。そしてこれをこのようにペタッと貼り付けます。最初に結論から言うと、付箋に貼った場合は後から剥がしにくいので十分に気をつけてください。そしたらこちらをマステのサイズでカットします。チョキンチョキンと。でマステを山折りにして中心部分をくり抜いていきましょう。ちなみに最初からあらかじめカットされているあの切ったのマスキングテープなどは台紙がついているので、タイトル枠アレンジも簡単にできると思います。自分の好きな枠の幅をイメージしながら丁寧に切っていきましょう。今回はちょっと細めになるようにくり抜いてみました。角をね、角丸とかに挑戦しても良さそうですね。はい、広げるといい感じになっています。そして何度も言っちゃいますが、これが付箋じゃなくてクッキングシートだったらシールのようにスーッとめくれます。あとはピンセットで可愛く仕上げていきましょう。皆さんこういうちまちました作業はお好きですか？私は大好きです。はい、いい感じにできました。これだけだとイメージしづらいので、実際に文字も書き込んでみますね。
このタイトル枠は何個かまとめて作っておいて、必要な時にパパッと貼るのがおすすめかなと思います。マーカーじゃなくてマステでタイトル枠を作るとポコッと少しだけ立体になるので、手帳やノートを開いた時にすごく可愛いですよ。もしマステの使い道がない場合は、まずは手帳デコを楽しむことからぜひ始めてみてくださいね。ということで、今回はお家にあるマスキングテープの活用術をご紹介しました。いつもと違う使い方を見つけることができたら少しテンションが上がりますよね。今回動画でご紹介した以外にもたくさんの活用法があると思うので、皆さんもしおすすめの活用法があれば教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。That she was